んなの彼女じゃない。ルカちゃんに交換条件を突きつけられた俺は、の命令で順調にルカちゃんとの交際（仮）を開始。これは彼女じゃない、取引相手だ。1日に2回は電話、既読スルー NG。 ルカちゃんのつぶやきには必ずいいね。結局は付き合いだなって。やっぱり俺は水原の中でただの客でしかねえんだよな。誰に自慢できるわけでもねえし、ベースには水原との関係をいつバラされるかわからんという恐怖付き。悪魔の契約か、こんなおっかねえ彼女がいるか。水原、ルカちゃんとはうまく距離取らねえとな。 The next day。 サプライズ！ルカちゃん、大学に来るのはまずいでしょう、わかるでしょう。それより今度の土曜日一緒に映画見に行きません？恋雲っていう恋愛もの。映画？クリスマスも近いし、冬は恋人の距離が縮まる季節、私たちの季節です。あんまくっつかないで。ほらほら、好きでしょ。